ドリームキャッチャー。進みたいけど怖くてまだ待ったままの足がつまずいて走れ走れ想いを込めて駆け抜けてる君の背中僕が押すよ越えて越えてどこまでも遠くまで道は続いてる。こんにちは。2月2日日曜日の午後4時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。夢を応援するラジオドリームキャッチャー、ナビゲーターの出口優子です。この番組は夢を追っている人を応援し、やりたいを叶えるエンタメ系番組です。アーティストに限らず年齢も関係なく、とにかく夢実現のために進んでいる皆さんを応援していく番組です。毎回ゲストをお招きして、やりたいことや叶えたいことを語ってもらったり、また県内外のライブ情報、演劇公演情報、オーディション情報などホットな情報もお届けしていきたいと思います。どうぞ皆さん1時間お付き合いくださいね。ちょっと私声を枯らしてしまっていつもの美声ではないんですがお聞き苦しいところお付き合いください。それでは引き続き番組テーマソング雫のどこまでもお聴きいただきたいと思います。この番組は整体院フルールサイモン沖縄の提供でお送りいたします。走れ走れ
まりましたドリームキャッチャー。それでは早速本日のゲストを紹介していきたいと思います。本日のゲストは沖縄ラフ&ピース専門学校からこのお二人が来てくれました。イエーイ。はい、どうも。もう自己紹介しちゃって大丈夫ですか？はいはいはい、自己紹介お願いします。どうもぐっちゃんです。イエーイ、はい、お願いします。お願いします。はい、どうもコントンさんです。お願いします。イエーイ、お願いします、ね。はい、ぐっちゃんとコントンさんということでね、はい、2人の生徒さんが来てくれてるんですけど、はいはい、普通ほら生徒さんって言ったらフルネームでね自己紹介するでしょ、はい、何々何々です。それがぐっちゃんとコントンさん、はい、このね、あのなんていうアーティストネームって言うんですか、芸名みたいな感じです。芸名みたいなね感じで、というのもあのお二人ともね、あの、はい、まあ沖縄ラフ&ピース専門学校の学生さんであると同時に、はい、YouTuberそういうのかな、そうですね、ね、として配信としても皆さんおなじみということで、はい、ね、今日はお越しいただきました。ありがとうございます。これは映像ついてるじゃないですか、うんうん、はい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 、これってあの出口さんが喋ってた時のオープニングから流れてたんですか？流れてますよ。やばい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 、いろんなことやってるからこのね、違う、オンオフね、オンオフ、めちゃくちゃ変顔もしてたし、それが見られてたって、めっちゃ見られてた。ね、ね、リスナーの皆さんこれね、あの終わった後の、ね、配信をぜひぜひお楽しみにしていただきたいと思うんですけど ね、やばいぞ、ほんとほんと、これこれでバレちゃう。もうね、あの最初の出口さん の、 あの、うん、オープニングコールあったじゃないですか、はい、心地よすぎて寝そうになりました。何ですか、何が心地いい。美声が聞こえて、美声すぎますよ、カスカスなの。こんなもう耳元からささやかれたらちょっともうもうえらいときめんちゃいそうだし、ね、ちょっと成績よくつけとこうね。一応先生で、僕の、ね、そうですね、あの演技のね、はい、先生として、はい、僕らの先生やってくれてますけど、あの演技の先生が今こうやってね機械触りながら DJ こうみたいな。DJ こうびっくりした、ね、なんか普段とは違う私を、そう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 、そうだね、うん、そう見せているっていう感じで、ちょっとくすぐったい感じではありますけれども、はいはい、ね、ぐっちゃんとコントンさん、はい、これあの沖縄ラフ&ピース専門学校1年生と2年生ってことですね、はい、そうですね、ね、こっちが、2年生で、ぐっちゃんが1年生です、はい、ね、ぐっちゃん今年沖縄ラフ&ピース専門学校初めての卒業生ということで、そうです ね、 ね、去年は初めての入学生でね、もう寂しいじゃないですか、ね、本当に、ね、なんかそう専門学校内もざわざわしておりますが、そうですね、もうざわざわしすぎて学校行かんとこかなって。行ってください。そうそうそう、いやここから将来があって考えたら行かれへんくなってきてますけど、なんでなんで、来てよ来てよ。なんかこの間の授業もちょっと顔が見れなくて寂しかったんだけど、いやいや、この間ちょっと成人式行ってましてですね、ああそうね、ね、あの大阪に戻っていた、大阪に戻ってましたね、そうそうそう、このね、このなんていうの、イントネーションで分かるようにぐっちゃんは大阪出身、そうなんですよ ね、 ね、僕はまたなんで沖縄のラフ&ピース専門学校に入学したの。あ、それ聞いちゃいますか、うん、聞いちゃいけないことですかこれ。聞きたいです。いや、じゃあ、あの、じゃあ、じゃあお話ししますね、はいはい、僕もともと高校の時にお笑いをやってまして、お、はい、トリオでやってたんですよ。おおで、その時にお笑いをトリオで3人で、まあ、文化祭とかそういう感じで出るようなものをやってたんですけど、ある日その文化祭とかそういうイベント行事の時に、うん、吉本のスタッフさんが見に来てくれてて、はいはい、お互いみたいなやつですかね、なんかスカウティーみたいな、スカウティー、まあ、かっこよく言ったよね。、うん、で、まあ、NSC ってお笑い養成所があるんですけど、有名なね、はい、ありますよね、はい、でそこに入らないかって言ってもらえて、でも僕はその時はまあ、僕は全然行ってもよかったんですけど、うんうんうん、周りの相方2人が、うん、まあ、普通に大学に行きたいっていうことで、僕は別にお笑いを目指してない、僕らはそうな感じになってしまって、うんうん、で、あ、じゃあもう入れないですって話したら、じゃあ沖縄に、まあ、お笑いじゃないけど、うん、こういう活動があるところが、こういうエンタメの活動をするところがあるけどどうやっていう話でここに来たんですよ。もともとお笑いがめちゃくちゃ好きやったってわけではないんですけど、うんうん、まあ、ずっとお笑いで、まあ、相方がいないなら僕はもうお笑いやらないですって言って、 じゃあお笑いには早くも見切りをつけたとかね。感じですね。でそこでこっちの学校に、ま
まあ、選んで来たって感じです。でも大阪から沖縄に来るって結構この清水の舞台飛び降りるぐらいの覚悟とかは別に必要なかったの？あ、もうなかったですね。僕はそうですね、もうなんかどこに行くに対してもしたいことがあったら、うんうん、もうどこでも行けると思っちゃうタイプ。いや素晴らしい。沖縄には来たことはあったの？なかったです。え、全然見たこともなかったし、何があんのかも知らなかったし。うっそ、意外ですねそれまた。そうなんだ。え、じゃああれだね、あの1年生の蓬莱つくしちゃんと同じような感じね。あ、そうですね。だからもう家も知らない。まあ蓬莱つくしさんは、つくしちゃんは、うん、つくしはちょっと仲いいですからね、一応。ああ、ね、関西人ね、何名かいますもんね。そう、蓬莱つくしちゃんはまあ親と、うん、まあ家族で来てるんですけど、ね、うん、僕はまあ一人で来たんで。一人ね、初めての一人暮らし。そうですね、初めての一人暮らしで、いきなりいきなりすごい。寂しくないですか？寂しいね。なんかそれ聞きますよ。まあまあでもね、こういう仲間たちが、まあ後輩でもあり仲間でありっていう子たちが学校にいてくれるんで、心強いですね。もうすごいね。でもね、大阪からやっぱりこのもうなんか飛び込んできたっていうかね。ね、で、あのどうですか、2年間、もうほぼ2年間になるけど過ごしてみて。でもこれはちょっと一人暮らししてる人見て聞いてほしいねんけど、一、うんうん、人暮らししようと思ってる学生とか、うんうんうん、まあ、聞いてほしいんですけど、まあ正直1年目は面白くない。1年間は面白くないです。面白くない。それはなんでそれは慣れてないから、うん、この場所に。はい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 、はい、1年耐えたら、うん、もう普通に私生活としてもやっぱり波がこう乗ってきます。面白くなってくる。いい波乗ってくるの。馴染んでくる。いい波乗ってくるんですよ。いや、それがね、分かる瞬間が来るんですよね。こう、まあ学校だから、沖縄に来てたら学校だけじゃないですか、うん、けど、うんうんね、例えば居酒屋やったり、うんうんうん、いろんな人たちがいるわけじゃないですか、うんうん、そうですね、はい、そういう人たちと1年間過ごした後は交流を深めていくわけなんですよ、うんうん、そこがまた面白いですね。これはうち、まあ、例えば今ぐっちゃんにしてみたら、うちなんちゅう、その地元の人たちとってこと、それとも、まあ、まあ内地から来てる人たちと。うちなんちゅうの、うん、もう沖縄の人たちと、うんうん、まあ、しっかり交流できていったのが、まあ、1年、まあ、音劇さんによって1年間は面白くなかったかなっていう感じはしたんですけど、まあ、そっからはもうずっと楽しく、沖縄に住んでもいいかなっていうぐらい本当に楽しかったですね。そうだね、私も一応ほら内地から来た組なんだけど、やっぱり最初はね寂しかった。寂しくて、でお盆の時期が一番寂しいの。みんなお盆の時って、うちなんちの皆さんってこのね、ムンチュンのところ集まってもう賑やかにしている時に、で友達もみんなお盆忙しいから付き合ってくれない、数少ない友達もポツンと一人と思ってたけど、やっぱり1年経った後ぐらいからやっぱ楽しくなってくるんですよね。そう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 、県民側からしたらめっちゃそれちょっとありがたい言葉ですね、うん、そうだよね。そうそうそう、コントンさんはね、沖縄県、そう、僕沖縄県民なんでだからね、ね、なんかそういうなんか楽しみっていうのっていうのもよりも、なんかもう早く、逆に東京早く出たいなとかっていう感じなんで、もう慣れちゃったんで飽きたみたいな。でもじゃあそういった意味では、あのぐっちゃんは世界を広げるためにも沖縄ラフ&ピース専門学校ね、そうですね、選んでよかったよね。あ、よかったです、ね、よかったです。いろんな体験が多分、ね、内地本土ではできない体験も多分できると思うので、やっぱり沖縄の人はまた違いますからね、いろんな、まあいろんなところ、地方によって色ってあるじゃないですか、うん、そうね、まあ、だからこういう子もいるし、こういう子ってね、こういう、はい、こういう子もいます。だからね、面白いなって思う場面がすごくありますね、うんうん、関西にとどまってしまうと、うん、やっぱりそれに慣れてしまうと、うんうんうん、それだけの世界観になってしまう、うんうん、こうやっぱりこう沖縄の方に行って、うん、やっぱ沖縄の人たちと触れ合うっていうのはやっぱすごいなと思いました、うんうん、本当に、あ、こんなにも違うんやっていう、うん、あ、やっぱり違い感じた。感じます、うん。なんかでも関西と沖縄ってなんかちょっとまだ相通ずるところが、うん、と関東とかよりはあるような気がするよね。あの吉本新喜劇も昔からやってたらしい、うん、あ、そうなんですか。沖縄で放送してたらしい、うん、夜中ですけどね。あ、そうなんだね。だから夜中の1時ぐらいかな、僕たまに見るんですけど、うん、あ、そうね、今もやってるよね。今もやってます、やってます、うんうんうん、昔からやってたらしいので、はいはい、結構この大阪のお笑いには沖縄の人馴染みがあったって聞いた、うんうん、私が来た段階ね、もう何十年も前だけど、はい、うん、なので良かったんじゃないですかね。確かに。いや、でもデフさんは一人で来たんですか？私は一人で来ましたよ。私一人で来て、一人で離島に住みましたよ最初。す
うん、それはあれですか、あの、うん、女優として来たんですか、うん、それはもうね、女優という生活がちょっと都会に疲れて骨休めに来た感じ。あ、そうなんですか。もともと都会で、そうそうそう、東京で活動してて、はい、うん、まあ、ちょっとなんかいろいろ疲れて骨休めに来た感じ。なるほど。そういう過去がございます。なるほど、ね、もうさっきね、まあ、ちょっと普通におしゃべりしてる時にね、うん、出口さんが、うん、まあ、後期にね、東京行くんやったらちゃんと、うん、ちゃんと荷物をちゃんと持って、はい、下積みをちゃんとして行けよって言ったのに、ね、ちゃんと言ってたのに出口さんが真っ先に沖縄に来てたっていう、ね、そうね、息抜きで来てた、息抜きっていう、まさかのね、息抜きで来た。そうそうそう、なの、なるほどね。なので、まあ、移住組っつったら移住組ですよ。まあ、移住組ですね。それで、まあ、ぐっちゃんは、まあ、2年間ラフピーで過ごしてみて、はい、将来、はい、何になろうかなとか、その目標みたいなの定まりました？あ、そうですね、大体は定まりましたね、もう大体っていうか、もうほぼ決定なんですけど、うん、それって公表しても大丈夫なの？今悩みましたよ、大丈夫ですか？そうそうそう、じゃあドリームキャッチャー特別にとか特別にですよ、ドリームキャッチャー特別にじゃあお願いします。僕は俳優になりたいなと思ってまして、もうこれはでも、もう媚びを売るわけじゃないですよ、はいはいはい、でも出口さんの影響ではあるんですね。おー、これ、うまい、上げてくれ。これはね、そうなんですよ、もう僕ってもともと YouTube やったり、うんうんうん、そういう人がこうやらないものにこう手を出すっていうのがすごい、うん、はい、好きなタイプでして、うんうんうん、全く音楽もかじったことないのに、うん、僕作詞とかもやったりして、そうだよね、なんか YouTube 見たらなんかやってたよね、歌も作ったりもしてるんですよ、ね、やってたよね、もう何でもとりあえずするっていうのが好きだったんですけど、うん、それは素晴らしいと思う。もともと何も目的なかった僕にここに入った時に、うん、とりあえず俳優になりたいなっていう気持ちは一応あったんですよ、けどこう演技の授業を受けるのはすごいちょっと関西人って恥ずかしいところがあるんですよね、前で演技をしたりとか泣いたりとか、すごいなんかちょっとこっぱずかしさが なんであんなにこの絶対受けを取る関西人が逆にあるんですよ、おもろいことじゃないことに対して、あ、そっかそっか、あ、シリアスなこととかね、ちょっと、うん、こう、こうどう見られてんのかなとかすごい気にしちゃってたんですけど、ちょっとある日半年前からですよね、うんうん、僕がちょっと授業を受け始めまして、ね、うん、出口さんの授業に初めて出させてもらったんですよ、うんうん、でその時にね、すごいよ出口さん、何言うんですか、ね、まあ、2年間こうあるわけよ、はいはいはい、みんな2年間、まあ、1年からずっと、はい、演技をしてるわけよ、はい、うん、その時に、うん、出口さんはすごい褒めてくれて、俺が半年前からいきなり2年目の途中からポンってきて、めちゃくちゃ褒めてくれて、ほんでその時に、まあ、次やる舞台のね、あるんですけど、ね、それのオーディションがありまして、で、まあ、俺なんかもう演技なんて正直ほぼやったことないレベルのオーディションやったんですよ、でその時にね、こう、こう途中か僕がオーディションやった時に、はい、出口さんに君お花の役やからって言われて言われまして、でももう俺からしたらもう演技をできることがすごい嬉しかったわけね、はい、すごい嬉しかったわけよ、だからありがとうございますっつって、もうお花でも花でも何でもやりますっていう話してたらすごいな、まさかの、まあ、ちょっと主演みたいな感じ の、 そう、ね、そうね、あの主要メンバーね、そう、うん、役をもらえまして、うん、すげえ、だからやっぱり、まあ、演技を見てくれてるんか今後のあれを見てくれてるんか分からへんけど、うん、はい、まあ、そこをね、こうちゃんと期待評価してくれたんだなっていう僕の、うん、まあ、言わないかったんですけど、そこは面白い、嬉しかったっていう話、あ、よかった、余計だから演技に対してちょっと、まあ、火がついたというか、うん、あ、本当に良かった、嬉しかったですよ、うん、このね、オーディション前にもちょっとしたエチュードとかの授業があって、うんうんうん、やっぱそこからもやっぱ見ていくわけですよ、この人のやる気とか素質とか、はいはい、うん、バッチリ、はい、そこ見てくれた、ね、もうだから途中から入ってきたから、うん、ほんまにドキドキよ、そうね、だってみんな1年間、ね、そうですよね、置いてけ、ね、置いてけ組だから、お前授業受けてたんかいみたいなやつがいきなり来て、うん、お願いしますって言って、うん、でそこから入れさせてもらえてんけど、うん、
もう本当感謝しかないです。いやいやいや、ね、じゃあ俳優さん目指してっていうことなので、はい、これから本当に全然何事にもめげずにね、自分の世界を築いていってほしいと思いますよ、はい、本当本当。でもその中の例えばほんのちょっとでもね、今ねぐっちゃんが言ってくれたようにちょっとでもまあ私が何かしらこう影響を与えたとしたらば、うもうそれは嬉しいですよね。そうですよ ね, ね、嬉しい。それもし売れても言ってよ。いやもうまさかに先生が恩師が僕を演技に連れてきてくれました。それ全然違う恩師言わないでよ。しっかり言ってよってみんなにこう恩着せがましい。ちゃんと名前で出口優子って。そう、ちなみに次の舞台もよろしくお願いします。もし新しい舞台があったら、うん、あ、本当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 そうだよね。でも、うん、まあ、沖縄って結構芸事の島じゃない。そうですね、すごくエンターテインメントの島だと思うんだけれども、うん、はい、それはもう伝統芸能の方が、ね、引き継がれ語り継がれてきてて、うん、こういった現代劇演劇に関しては、はい、結構歴史が浅いのね、まだ、うんうん、でもやっとすごく盛り上がってきたので、これからのね若手の育成が楽しみ、すごく、あ、うん、なんか育成される側も嬉しいですね、うん、そうそう。だからもう本当にね、ちっちゃなことではめげずにやりたいことをどん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 貪欲に吸収してってほしいと思う。うん、はい、大事やぞこれ、メモしとかないとあかんぞ。テスト出るよ。テスト出るよ。ここ話聞いて、ほんまに。いや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 、でもね本当楽しみだね、みんなね。ね、ね、本当。なんかぐっちゃんは今 YouTube はやってる？いや僕一応やってるんですけど、おおお、もう YouTube 活動よりもちょっといろんなことにも手出しすぎて、そっちに頭もいっぱいで、もうそれこそ演技もまあ、逆に言ったらもうこれが初めてなんで、力入れないとなっていうのもありますし、まあ、TikTok も方もやっておりまして、TikTok のまあぐっちゃんと調べたら出てくるんですけど、そっちでもやっぱりこうやっていかないとってなると YouTube が今ちょっと置いてる状態、ね、置いてる状態でもね、常に何かしらね、はい、全部全てではなくても配信し続けるっていうことは大事だと思うのでね、はい、演技、ね、演技も頑張ってください。大丈夫大丈夫だって、私芸人さんってみんなお芝居できると思うの、はい、すごいそのセンスっていうのあると思うので、まあ、そちらから入ってるっていうことだから大丈夫だと思うよ。多分もう芸人として見てるじゃないですか。僕のこと、いやいやいや、ほらもともとほらお笑いやってたっていうからね、はい、多分よ多分。多分よ。ね、こんなぐっちゃんのね舞台はね、2月の16日にね、そう、今の話がありますのでね、この舞台の告知はまた後半の方でゆっくりさせていただきたいと思います。はい、はいはい、で続いてはコントンさん、はい、だいぶだいぶ、はい、1年生の、ね、コントンさんなんですけれども、はい、ね、YouTuber として登録数も着実に伸びているということで、はい、そうですね、さっき見たらいつの間にかに2万人登録者数が超えてたっていう、すごいよね、そうなの、はい、ね、超えました、すごいな。だってなんかバズったんでしょ、はい、バズったんでしょ。そうですね、実は僕この番組に出させてもらった時は全くの無名だったんですけど、ちょっとその何ヶ月後ぐらいにちょっと あの後なんだ、後なんですよ、なんか7月後半、8月ちょっと手前ぐらいにちょっとなんかバズって、そのバズったものがまた、YouTuber のヒカキンさんが TikTok でコラボさせていただいて、ヒカキンだよ、すごいよね、ヒカキン、本当にね、ヒカキンって誰も知ってるじゃん、 YouTube 知らなくても知ってるんじゃない、うん、YouTube 街道多いですから ね、そうですね、すごいですよ ね、 ね、その方にちょっと取り上げられてもらって 今ではなんか国際通りでなんか歩いてたら、あ、コントンさんコントンさんみたいなって言われて、それでちょっとそれも後押しって言ったらあれなんですけど、ちょっと影響されてなんか YouTubeやろうかなっていう感じになってますね。あ、そうなんだ。元は YouTube じゃなかったの？元全く YouTube やろうって考えはなくて、なんかこれどうしようみたいな、やった方がいいのかなっていうか。そうなんだ。前回そうコントンさんは遠山幸喜という本名で、はい、まあ、本名遠山幸喜です。前回のラバンドピース専門学校の発表会の告知のために他のね生徒さんと出てもらったんだけど、はい、その時私も知らなくて、はい、後から聞いたから、その時じゃなくて、もうその時はまだバズってなかったんだ、やってなかったんだ。そうですね、あんまりバズってる感じではなかったですね、はい、今なんかね学校に修学旅行生がわざわざ内地から来て会いに来たりとかね。そうですね、すごい、すごい有名人じゃんっつってね、
感じなんですけど。いやでも本当にもう彼もまあうちではちょっと口下手なんでね、口下手かな、まあ、彼もね結構ね、うん、まあ実はですね、うん、一回バズった後に、うん、一回ちょっと消えてるんですよ。あ、そうなんだ。けどね、うん、もう一回また再、こう熱が再浮上して、うんうんうん、で一回目のあれをもう縦にしてこの、うん、このそっから YouTube 始めたんですよ。そうなんだ。それが今繋がってるんですよ。ここ何ヶ月かのところだよね。そうですよ、本当にね。そうですね、はい、すごい。本人なりにこう頑張って、うん、やっぱりねこう見てる人はね、うん、人のあれでバズってとか言われるけど、うん、本人なりに YouTube を頑張ったりとか、うん、いっぱいこうやってやってってしてるんで、うん、本当にまあすごいなとも思いますし、ね、まあ後輩ですけど普通に、うん、すごいなと思うところはすごいなと思います。で何かがあった後にどうするかだよね。そうですね、ね、人生ね、これを生かすか殺すかも自分次第なんで。そうすごい。僕はもうやっちゃえみたいな、うんうんうん、なんかもう突っ走った感じなんで、突っ走ったらこうなっちゃったみたいな、うん、突っ走ったら2万人いっちゃったみたいな登録者数が。すごいね、本当に鋼のメンタル、ね、そうあのね、でもね芸能活動って鋼のメンタルが必要なの一番強いですよ。だから本当に絹のような薄いメンタルだったらもう例えば売れたとしてもやっていけないので。そうですね、うん、なん鋼のメンタルを鍛えるためにもラフ&ピース専門学校ぜひもういろんな人がいるんでね、もうぜひお願いします。本当でもね、本当に私いい学校だと思う。ありがとうございます。やりたい気持ちがあれば、うん、どんなことでも応援してくれるでしょ、うん、でその設備も整ってるので、うん、なかなかない初めての感覚の専門学校じゃないかなっていう気がするんだけど、ね、在校生のお二人はどうですか。いやもうそんなもうね、いい学校だと思いますよ、ね、本当にスタジオとかも ね、そうですね、設備も整ってる。まあでもね、いたらいたでね、うん、まあそれなりにこうやっぱり全部がいいよって言ったら嘘になりますけど、まあね、まあそれは何でもあるけどね。だからやっぱり人間いたら、まあ、その場で、うん、その場で欲しいものとかありますけど、うんうん、それなりにやっぱり絶対用意してくれますもんね。そうだから、贅沢だと思うよ。すごい。だから生徒がこれしたいんですけどって言ったらすごい答えてくれる学校ではあります ね、うんうん、ね、応援してくれる、速攻で動いてくれますよ、うん、みんな、うん、すごいと思うね。そんなラフ&ピース専門学校も3期生を募集してますので、募集してますのでね、ぜひ興味のある方は、はい、なんかはい、なんていうの、プレ授業じゃないけど学校いつでも見学 OK みたいなね、はい、形で先生おっしゃってますので、もし興味のある方は、はい、沖縄ラフ&ピース専門学校って検索していただいて一度ねご連絡いただければいいかと思います。ね、僕もだから3期生が来た時には僕らはいないんで。そうだね、まあ、逆に言ったらね、次いい見本となるようにね、うん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 、東京で活動したら本当にね、うん、で、まあ、学校はこういう2期生たちに、コントンさんたちに ね、 してね、でまた結局の吉本が関係している学校だけにあって、はい、在学中でもいろんな CM のオーディションとかね、うん、そういった話が事務所並みにいろいろこの情報が回ってくるので、はい、そこら辺も私すごいなと思って。めちゃくちゃ来ますよ ね、 うん、なのでぜひ興味のある方は検索していただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ということでね、ちょっとここら辺で曲を一曲お届けしたいと思っているんですけれども、はい、今日のね、この感じとはまた違った感じで、ちょっとゆるやかな南国情緒あふれる曲をここで一曲お送りしてみたいと思います。お友達の神戸のシンガー兄弟ユニットセレージャでヤシの実、聞いてください。See you.
でヤシの実をお送りしましたね。全然なんか話の流れとは全然違うちょっと穏やかな感じ、南国ムード僕らにぴったしの音楽だったじゃないですか。マジっすか。南国風な、南国風ね、めっちゃゆったりした話してる僕らも、ゆったりした、あ、本当ね、本当聞いてた？いや、聞いてましたしっかり南国風のね、南国風のね、僕らのラジオにぴったしやなぴったしやなと思って、さすがやなと思いました。いやー、イエーイということで、コントンさん、はいはい、ね、はい、着実にこの登録者数も YouTube 増やしているということなんですけどね、はい、ありがたいこと。内容的にはどんな感じ上げてるの？僕的のやつ、僕 の、 あの YouTube は、うん、やっぱまだ僕立ち上げて2ヶ月経つかなぐらいなんですよ。おー、すごいね、すごいすごい。だから僕まだ手探りなんで、あ、なんかいろんなことやってますね。企画だったり、うんうんうん、なんかなんか時にはお店紹介したりみたいな、なんかそういう、あとは生ライブみたいな、生配信みたいな。うーん、一回この前渋谷をちょっと行かせていただいたチャンスがあって、渋谷、はい、若者の街、はいはい、めっちゃ人多かったです、本当に。そうそうだよ、人多いよびっくりしましたよ、本当に人多いよ。そうそうね、うちなちびっくりするよね。初めての東京だったんで、本当にびっくりして、そこでなんか YouTube の生ライブを有名な YouTuber2 人と一緒に、うんうん、アディオさんとリチェスさんって方がいらっしゃいまして、うん、その方々と一緒にやらせてもらったんですけど、その時も皆さんから、うん、コントンさんだコントンさんだみたいな。すごいね、どうする、ぐっちゃん負けとるで。そうですね、いや、もう素直にそこはね、あ、素直に全然もな、すごいなと思う。負けるな負けるな。あ、僕は俳優として売れるんでね。そうね、そうね、怖い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 。そう、売れたら出口先生って言ってくれるんだよね。いろいろと怖い。ね、私もちょっとYouTube 結構見るの好きなので。そうなんですか。うん、でもコントンさんはちょっとチェックしてなかったので、はい、早速終わったらチェックしてみますね。はい、ありがとうございます。登録しとくよ。ありがとうございます。しとくよ。やったね、リスナーの皆さんもこれコントンさんって調べれば出てくるかな。はい、出てきます、うん、多分俺自分のスマホでこうってやったらもうコントンさんのとことんチャンネルって出てくるので、おコントンさんのとことんチャンネル、はい、YouTuber コントンさんのとことんチャンネル検索していただいて、ぜひね一度見ていただきたいと思います。はい、概要欄の方にTwitter と、TikTok のアカウントも載せておるので、うん、載せているので、おるので載せていますので、ちょっと噛むなよお前。で、概要欄っていうのも YouTuber だよね。うん、そうだって俺、ね、YouTube の時言ってましたけど、うん、もう概要欄とか言うことなくなりました、ね、言うことないよね。ね、YouTuber 語だよね。そう、YouTuber ですね。ね、もう概要欄、そうですね、YouTube。
いいと思ったらグッドボタンをチャンネル登録お願いしますって感じで、そんな感じですよね。お願いしたいと思います。コントンさんは、あの、はい、ラフピーはなんで来たの、なんで来たのっていうか、なんでラフ&ピース専門学校選んだんですか？そうですね、うん、僕、あの、僕実はあの、まあ、前回もお話しさせてもらったんですけど、うん、ヒーローとかが大好きで、うん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 、ウルトラマンとか仮面ライダーとかいろんなもの好きで、龍島部屋も大好き で、うん、でそういうヒーローから、もらった、僕がもらった夢を今度は与える側の仕事に就きたいということで。素敵ね、うん、だから僕はなんかそういうなんか俳優っていう形のものを使って、うん、夢とか笑顔をあげられる人間になれたらいいなと思って探してたら、ちょうどなんか面白そうな学校ある、行ってみようみたいな、うん、っていう感じでラフピーを選ばせていただきました。いい理由ですね。いい理由ですね。コントンさんはラフピーに入った段階では将来何になりたいと思ってたんですか？入った直後の時、この当初はなんか、うん、あのスーツアクターっていうものに憧れてて。ースーツアクターね、友達もやってますよ。そうですか、うん、あれに憧れてたんですけど、うん、だけどなんか演じることもやっぱ好きなので、うん、演じたり、高校の時僕演劇部だったんですけど、うんうん、その時に味わったものをまたもう一回こうやって違う形なんですけど、うん、こういう みんなで演じれるっていうことのやっぱ楽しさにまた気づけたので、いろんなことやりたいなと思って今は、うんうんうん、で今はまたこうやってコントンさんとして YouTube でやっていけてるので、また YouTube とかでまたいろんな人とつながれたらいいなって思ってます。すごいですね。まだ未知数、全然関係ないですけど、うん、BGM せこくないですか？BGM のせいでめちゃくちゃええ話みたいになってるんですけど。そうそうね、ほんとほんとほんと、僕の時よりも BGM のせいでめちゃくちゃええ話みたいな。そうだから、じゃあ自分喋ってるから自分の時の BGM が耳に入ってきてなかっただけやろ。なんでですか？いやいや、ちゃうでしょ、こっちの方が絶対いいでしょ。もうなんかほんとほんとね、まだまだ、まあまあコントさんね、1年生なの で、まあ、でね、まだまだこれからあと1年間いろいろ模索してね、はい、行っていただくと思うんですけれども、はい、ね、ご楽しみだね、みんなの活躍が。そうですね、うん、3期生がどうなるのかっていう、ま、ね、3期生先輩になるよ。コントさんどうするの？やだ、プレッシャーやんな。そうよ、後期先輩って言われる。後期先輩って言われるの？だったら多分その中の何名かコントンさんって言われそうな感じもしますけど。コントンさん、コントンさん、そうね、いるかもしれないね、若者だからね。だから逆に言ったら会いたくて入りました。いや、すごいやんそれ。そんな、やだ、すごい、そんな、俺はその時すぐ行ける、早くやめ早やめ、それは早やめっていう。ちょっと人生よく考えた方がいいよっつって。あのラフピ側にも失礼です。あのやめろはやめる、やめる、やばいです。いや、ね、そうなったらもうすぐ言いますけど。ね、ちゃんとね、大人が言わないとそこですよ。そうね、でもまあ選んで入ってくるのはすごく素晴らしいことなのでね。まあ、またなんかこのリスペクトする人がいるっていうのって、うん、その人のこの向上にもつながるじゃない。ね、よし、ここまで行くぞとか、はい、ね、そういう人にお二人でもなってください。はい、ということでね、この、ラフ&ピース専門学校なんです。なんかスポンサーのようにラフ&ピース専門学校っていつも言っちゃうんだけれども、すげー言ってますよね。そう、まあ、今度、まあ、2年生にしてみたら卒業公演みたいな ね、はい、形で、ラフ&ピース専門学校サンクスエキスポ2020というイベントがありますね、はい、こちらの告知の方をお願いできますか？はい、僕らからいきます、はい、僕ら1年生はですね、あの第1部、はい、ワオスマイルてんこ盛りということで、あの短編集になってて、うん、3つぐらいですかね、あの今回ショート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 の、うん、5分10分ぐらいの、はい、ドラマ、あの演劇をやりますので、僕はあの看板娘という、はい、あの劇をやるので、ショートドラマっていうかショート演劇をやるんですけど、どういう役で出るのかっていうと、ちょっと面白い感じの、あ、ハードル上げちゃっていいの？まあ、あの自分にも言い聞かせてるんで大丈夫ですっていう感じなので、どれもなんか面白い要素がたっぷり積まれてるので、だから皆さんでスマイルをてんこ盛りにして、会場をスマイルてんこ盛りの、会場にしましょうという、第1部となっております。はい、そうなんですね、はい、前回、なんか9月
9月ですか。9月に行ったのは、はい、まあ、1年生は1時間ぐらいの総勢21名出る、はい、出っ放しっていう 対策でもないけど舞台に出っ放しっていう作品を行ったんですけど、はい、今回はちょっとグループ分けしてみてね、はい、ショートショートで、あの、はい、3つぐらいのお話を楽しんでいただこうという短編演劇集、ね、はい、の企画をしてます、はい。ね、題名もさっき言ったように、わお、スマイルてんこ盛り、みんなスマイルになってくれたらいいね、お客さんがね。そうです ね、スマイルになるか、ちょっと冷や汗になるかは皆さんの演技力にかかっているっていうことね。皆さんのスマイルで僕らも、あの、来年からまた、あの、来年度からまた頑張れるのでね、はい、スマイル欲しいです、お願いします、はい、こちらが1年生の方です、はい。で、グッチャの2年生の方の告知をお願いします。2年生はですね、うん、短編ではないんですが、はい、あの、長編って言っていいのか分かんないですけど、1時間もののやつでしてですね、うんうんうん、あの、まあ、あの、あらすじがですね、はい、あの、今回は学園もののお話になっておりますよ。学園もの、ね、面白そう、はい。で、そのあらすじなんですけど、体育祭を、文化体育祭にしようっていうお話なんです。何のこっちゃって話だね、うん、全然意味が分かんないでしょ、うん、もうそこでもうそそられるじゃないですか。そそられるで、その生徒会本部からの突然の提案により、はい、学校、突然、生徒総会、うん、生徒会が、うん、はい、あの、文化祭、体育祭を文化祭にしようって言うんですよ。意味わからんよね。意味わからんことが起きて、うん、そこでも学校中がパニックになっちゃうわけなんですよ。はいはいはい。で、そこで、あの、新聞部の、うん、春菜と ほなみという、はい、キャラクターがいまして、はい、その新聞部のキャラクターキャラが、取材を始めていくんですけど、うん、間に仲裁に入って取材を始めていくんですけども、うん、そこでね、まあ、いろんなことが起きていくわけなんですよ。で、それの僕は春菜役を、はい、やらせていただくんですけど、はい、もうすごいですよ。すごい、いろんなキャラクターが出てきて、独特なね、そうね、面白い、うんうんうん、まあ、なんか全員ね、うん、出てる人は全員キャラ濃いよね、これ濃いんですよ全員キャラ濃いからうん、うん、まあ、なんか逆に見てて、どのキャラ見てても面白いなって思うと思うんで、うん、ぜひもう見に来てほしいなと思います。はい、ぜひぜひ。こちらが2年生の方ですね、はい、演劇で、今回、前回は一部二部、1年生2年生だけだったんだけれども、今回第3部ということで、そうです、フリーライブスーパーラフフィーフェスっていう、ちょっとこれそそられるね、催し物があるんですけれども、はい、そうですね。これはなんかラフフィー生徒がみんなでライブをするのかしら。まあ、なんかいろんなことをやるっていう感じじゃないですかね。簡単に言えばパーティーしようって話なんですよね。なんかもういろんな、もういろんな要素を、そうですね、1部2部盛り上がったんでしょう、うん、じゃあ最高にもうなんか3部でもう締めに行こうみたいな、打ち上げようぜ的な感じ。だ、盛り上がらなかったら地獄の空間の3部が始まる。さあ、もう終わりよければ 第3部が始まる、第3部が、ね、地獄の第3部が、そう、あ、そうね。だから、まあ、1部温め、2部温めの3部 ね、そうですね、そう、打ち上がるという感じで行っていきたいと思います。はい、こちらサンクスエクスポ2020沖縄浦ファンドピース専門学校卒業&進級制作発表会ということでね、はい、日にちが2月16日一部が、13時45分会場の14時開演、はい、はい、終演が15時半予定しております。こちらの方が1年生、はい、チケットが前売り1000円で、第1部と2部、1年生と2年生の投資券がなんと前売り1500円とリーズナブルでね、見ていただけるという形になってます。はい、はい、続いて第2部ですが、こちら2年生の演劇王文化祭は、はい、会場が15時45分開演が16時から、こちらも、2年生の分だけだと前売り1000円。なので一部二部ね、通して見た方がいいんじゃないですか、皆さん、ということでね。そうですね。うん、とおすすめして。で、第3部はなんとこちら、フリーライブスーパーラフィ、ラフピーフェスは、入場無料となっておりますね。そうなんです。素晴らしい。こちら会場が17時45分、開演が18時、終演が19時予定でございますのでね。はい、まあ、入場無料のだけ行こうって言わないで、一部、二部、三部、通して皆さん見ていただきたいと思いますね。はい、そうですね。はい、こちらチケットはどうすればいいのかな。直接沖縄ラフ&ピース専門学校か、はい、吉本沖縄花月様の方に、問い合わせて。すごい、花月様ねなんで俺もさ、なんで俺も様ってつけたのか、ますから、ね、あ、そうね、素晴らしい、教育が素晴らしい、はいはい、の方に問い合わせてもらえると、あの、いろんなちょっと説明とかも入れてくれると思うので、はい、先生方とかがね、
でまたあのぐっちゃんとかあのコントンさんとかもし道であったらチケットお願いすることもできるよね。はい、そうですね。道で会う確率だとか僕の方で言ってもらったら、うん、こっちとこっちにも、はい、ぜひ見ていきたいですって言ってもらえたら、はい、ぜひぜひ、ま、あの私の方に言っていただいても手配することはできると思うので、はいはい、ドリームキャッチャー宛にもどうぞよろしくお願いします。ね、じゃあ、そうだね、ワオスマイルてんこ盛りに関する意気込み、コントンさん何かありますか？意気込み、意気込み、まあスマイルっていうことなので、うん、皆さんを笑顔にする前に我々が笑顔で、うん、あのこの2年生を送り迎え、うん、送り出しながら送り迎え大事なとこで勝てないけど一番大事なとこ勝てないお前送り出しながら、楽しく、うん、一部、うん、盛り上げて2部の2年生の方に明け渡そうという感じで、それでや僕らはもうやっていけたらもう僕ら1年生としての2年生へのプレゼントはもう何もないということなので、お何もないらしい、もう勝手に締められたしもう大丈夫かいなって感じですけどまあ、ね、2年生を送り出すために、はい、精一杯やるということですね、はい、ありがとうございます。じゃあぐっちゃん、はい、大文化祭に対する文化祭です、ね、意気込みを、まあ、本当に、見に来て、まあ、損はない舞台にはしますので、うん、ぜひもうそれだけですもん、うん、来てくださいというか、うんうんうん、まあ、楽しませるのでぜひ来てくださいですね、本当に、はい、ぜひ演技ね、始めて間もないぐっちゃんの演技力を見に来ていただきたいと思います。う、ね、はい、もうだから東京にも行ってもあの時あんなやったのにっていう成長過程も見れると思って、うん、ぜひ来てください。本当本当結構そういうのって楽しみだよね。そうですね、って今あの活躍してるあの人って、うん、無名の頃こんなことやってて見たよ私っていう楽しみも ね、 ねあると思うので、まあ、本当にみんな沖縄ラフ&ピース専門学校に通っている子たちってみんな本当いろいろそれぞれの才能を持っているので、うん、そういう結構あお互いじゃないけれども目をつけるのにもいい機会ではないでしょうかという気がするんだけど、どないですかね。いや本当にそうだと思います、はい、ね、はい、はい、ということでね、ぜひぜひ、サンクスエキスポ2020、2月16日ですのでお越しいただきたいと思います。お願いします、はい、でこれとは別にもう一件告知なんですけれど、こちらの吉本ラフ&ピース専門学校の方もこの短編劇集と演劇、私演出をさせていただいております。はい、はい、でもう一件ですね、私が演出を手掛ける舞台がありまして、こちらの告知の方もさせていただきたいと思います。はい、こちらね、コザをミュージカルの街にというプロジェクトがね今ありまして、はい、昨年の11月に沖縄初のストリートミュージカルということで、コザのね国際カーニバルのストリートでミュージカルをさせていただいたんですけど、はいはいはい、まあ、そのプロジェクトの続きというような形で今回はコザミュージックタウン音市場3階のホール、でっかいホールでミュージカルをやってしまいます。どん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 パフパフパフ、やっちゃうんですか？やっちゃいます。こちら大丈夫ですか？大丈夫です、はい、こちらがね日付がまだちょっと先になるんですけれども、はい、3月の27日お、はい、会場18時開演19時のね、なんとこれ1回だけの1回こっきりの舞台なんですよ。超レア、あら、ね、超レアな舞台をお届けします、はい、題名の方が、ライオットキング、ライオットキング、ライオットキング、ライオンキングじゃないよ。誰か絶対言われると思う。コントンさんぐらいグレーなゾーンに踏み込んでないですか？グレーなゾーンに、ね、誰がグレーなゾーンに、ライオットキングですよ。ね、というライオットキングというミュージカルです。こちらの方がですね、まあ、あらすじを申しますならば、はい、はい、近未来のお話。へえ、うん、なるほど。近未来のある国では優秀な遺伝子のみを残すため。国家主導の学力テスト、体力テストを実施し、成績能力によって国民全員をランク分けしていた、ね、すごいよね、めっちゃ面白そう、怖いよねこれ。定められたラインを超えられなかった落ちこぼれはカテゴリーゼロと呼ばれ差別の対象となっていた。すげー。この生きにくい世の中で声を上げようとする若者たちの力強いストーリーを描いたミュージカルでございます。なるほど、はい、じゃあそのコントンさんはゼロの役で出るってことですか？ゼロの役で出るかな、出るかな、どうかな。ゼロの1ポジションで出てくるんでしょ？1ポジションで出てくるような気がする。誰が体力ない人間だ。ゼロからゼロから10に上がるっていうストーリーじゃないんですか？ストーリーじゃない。残念ながら今回コントンさんはねオーディション受けなかった。出ない、オーディション受けなかったのでキャストには組み込まれてはいないんですけれども、はい、まあ、これはほとんどのキャストがオーディションで決定しました、はい、
こちらがまあね、あの内容としてはミュージカルって言ったらちょっとね敷居が高くなっちゃうかなと思うんだけれども、はい、ヒップホップとかラップとかダンスとか、はいはい、今のこのライブとあの芝居の融合のようなステージになってるので、あのお芝居とか見たことないとかミュージカルちょっとっていうような人でもちょっとまあお試しじゃないけれども、まあ、見て楽しんでいただけるね作品だと思うので、ぜひぜひ皆さんあのお越しいただきたいと思います。こちらのチケットなんですけれども前売り3,000円、大人ですね。で中学生以下は2,000円ということは中学生も2,000円で、当日は500円プラスとなってます。まあ、未就学時あのお膝の上に座っていただくんであればあのただという形になってますのでね、こちらの方もぜひぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。こちらのインフォメーションに関してはコザミュージックタウン音市場にお問い合わせいただくか、またあのネットでコザミュージカルというふうに検索していただくと詳細出てくるようになっているのでね、ぜひぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。ね、俺はもう3,000円払ってコウキが俺のお膝の上に乗ってるでもなんか軽いから大丈夫そうだよね。お膝の上で3,000円で見に行こうかお兄ちゃんっつってでもダメです、大人、そう大人は3,000円払ってくださいねっていう形になるんですけどね、はい、それぐらいの価値はありそうですよね、まあ、もちろんあらすじ聞いただけでも。そうで、あのキャストももう本当に素晴らしい人たち出ますので、こうご期待ということ、はい、このキャスティングに関してもあのネットの方ではもう発表になってますので、はい、主演はあの沖縄ミュージカル界の、ね、あのまあ、若手でミュージカル引っ張ってってる西平志郎さん、今回あの前回は指導側に回ってたんですけど今回はキャストで出てくれるということになってますので楽しみです。はい、ここからまた新たなスターが発掘されるかもしれませんよということで、ぜひぜひ2人も見に来てね。はい、ね、まだいるよねぐっちゃんね、はい、沖縄にね、ま、荷造りしながら行きますよ。そう、荷造りしながら来てくださいね。はい、沖縄ラフ&ピース専門学校からも、はい、そうですね、そうですね、浅田優雅くんが出演します。あら、はい、僕の YouTube メンバーの、はい、そう浅田優雅くん出ますので、ぜひぜひ皆さん見に来ていただきたいと思います、はい、さ、それではですね、もう時間早いね、今日はサクサクいったのでとっても楽しい1時間になりましたけれども、ここでじゃあ簡単に2人にね毎回聞いてる質問をしたいと思います。あ、はいはい、あなたにとって夢とは何ですか。はい、僕からですか。はい、コントンさんから。僕の夢はですね、うん、信じればコツコツとっていう感じですね。信じればコツコツと、はいはい、コツコツと信じて頑張れば掴めるっていうこと。そうですねもうこうなりたいってもうずっと思ってたら、うん、ちっちゃいことからもうずっとずっと夢もう叶えていって、最終的にはもうそれがもう積み重なって、うん、自分のなりたかったものになれるっていうことですね。お、素晴らしい。なんか西川清さんの格言のようですね小さなことからコツコツとっていうね、でもまさしくそうだと思う、はい、ね、でコントンさんは今コツコツしてるんだよね。そうですね、コツコツのコツの状態ですね。コツコツ、はい、あ、ね、これからどんどんコツ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 上げていっていただきたいと思いますね、はい、じゃあぐっちゃんは夢をつかむためにですね、うん、というか夢っていうもの、もう何でもいい、どんな捉え方でもいい、夢って何ですか。まあなんか夢って言ったら分かんないですけど、うん、夢をつかむためには謙虚で居続けようとは思ってます。素晴らしい、素晴らしい。人を見下さずに、うん、まあ、謙虚に生きていけば、うん、なんか自然となんかそういうものにつながるんじゃないかなとは思いますね。だから本当に、ね、はい、今は俳優になりたいっていう気持ちがあるので、うん、まあ、人をね、僕は初めてから入ったんで、いろんな人から吸収しようとは思ってます、はい、だから、まあ、夢っていうのは、うん、なんか、自分を飽きさせない、うん、お、自分を飽きさせない、深くなったらもう飽きてしまうので、うんうん、飽きさせないものだとは思います。なんか、はい、うん、分かる気がするね、夢っていうのはそうね、飽きちゃってもう追わなくなってしまったらもうそこで終わってしまうので、うん、っていうことだよ ね、 ね、結局。あ、素晴らしい、お二人とも素晴らしい。これから先が本当に本当に楽しみです、はい、ね、皆さんぐっちゃんとコントンさん目離せないですよ、チェックしていてくださいねお願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、ね、もう早いんですけれども、今エンディングテーマリオンの光の元へお聞きいただきながら、そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。
ね、ぐっちゃんとコントンさん、はい、今日は本当にどうもありがとうございました。また来てくださいね。ぜひ。はい、ありがとうございます。日曜の午後4時はドリームキャッチャー、また来週。この番組は整体院フルール、サイモン沖縄の提供でお送りしました。